エボーレス生命名前の通りの方お呼びください。毎日ストリートをしていて、まあ、全国で通る。すみません、YouTube の撮影してるんですけど、撮影させてもらってもぜひ。あ、大丈夫ですか？アップしてください。ありがとうございます。ちなみにサム・スミスとか歌えないですか？サム・スミス歌えないですか？好きなんですけどね、はいはい、歌える曲がなくて。あ、了解です。さあ、申し訳ない。何他にあったりします？ちょっとあんま分かんないんで、なんか有名どころわかりました。楽しいなんですか？あ、いいっすね、いいっすね。パーフェクト。あ、いいっすね、ありがとうございます。I see the future in you.
が基本好きで歌ってるんですけど、こんな感じの曲だったりとか。デスペラード。ありがとうございます。してくれたことないですね。ありがとうございます。わかりました。エクスファクター沖縄ジャパーティーのオーディションが10年ぐらい前に沖縄で開催されて、そこに参加したんですけど、その時に歌ったデスペラードっていう曲。でもそのデスペラーを聴いて楽しんでくれてる方多いと思うので、はい、ありがとうございます。You can hear my music on Spotify and Apple Music.
めちゃくちゃうまくないですか。やばいですね。ちょっと CD 売ってるみたいなんで、CD 買ってみたいと思います。ありがとう。次ラストを歌いますので、よかったら聴いていただけたらなと思います。すいません、アルバムもらっていいですか。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。じゃあ1曲。あ、わかりました。はい。Have a good day. Thank you. 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 Thank you.いいですか。おいくらですか。2500円。はい。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。めちゃくちゃうまいですね。びっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ聞いてください。いや、はい、ちなみに YouTube は何してるんですか。普段スタジオで撮影してるんですよ。はい、ミュージシャン呼んで。撮影してるんですけど、新企画で今路上ミュージシャン撮ってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、それでめちゃくちゃいい声やなと思って、はい、ありがとうございます。あの
聞けますから、どこから。あ、そうですね、あの携帯あります。あ、これですか。そうですね、そうですね、わかりました。はい、あ、多分アップすると思うんで。わかりました、ポーズ、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ちなみに、1週間ぐらいいられるんですか。そうです。で、梅田だけですか。あ、そうです。あ、そうです。梅田とか、神戸とか行けたら、はいはい、あとは神戸、京都、はいはい、まあ、でも基本的にこっちで。あ、そうなんですよ、はい、なんか今ね、京橋がすごいらしくて、路上ミュージシャン。はい、あ、行ってみます。なんかすごい盛り上がってるらしいんで。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。また、はい、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ上手くなかったですか。マジで本場の R&B って感じでしたよね。最後の多分アリシア・キーズの歌やと思うんですけど、やばかったっす。ちょっと感動してまた買っちゃいました。家でまた聴いてみたいと思います。オリジナルソングになるんでね。いや、マジでちょっとレベルがやばかったっすね。マジで感動した。言葉が出ない。じゃあちょっともまだ一箇所目なんで、他にもちょっと回ってみたいと思います。だいぶ時間使ったぞ、ここで。ちょっと待って、この声はまさかのエモーレスさんがいますね。エモーレスさん、沖縄に住んでるんですけど、また大阪来られたから、これは撮影のチャンスですね。ちょっと撮っていきたいと思います。Don't you worry about people hanging around, turning red and stop.
リクエストとかできないですか？リクエスト何です？何がいいですか？ホイットニー・ヒューストンの、うわまた難しい、 I will always love you とかきついですか？歌えないですよそれ。あ、そうなんですね。そう、ちょっとわかるんですけど、ちょっと練習してきます。すいません。すいません、お久しぶりです。前回撮影させていただきました。あの後動画見させていただきました。そうですか。めっちゃすごいと思って。いや、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。あれからちょっと僕めっちゃ好きになって、いろいろ調べさせてもらって、はい、その X ファクターのこととか、はいはい、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、で今この企画で今路上ミュージシャンに一番好きなアーティストさんを聞いてるんですよ。その次に日本で誰が一番上手い路上ミュージシャンかっていうのをみんなに聞いていってるんですよ。その人が思う、はい、僕エモーレスさんが一番やと思ってでみんなに聞いていってるんですけど、エモーレスさんっていう人もいましたよ。あ、本当ですか？路上ミュージシャンで、やっぱ大阪で見てる方がいて、嬉しいですね。ちなみに誰が一番好きなんですか？スティービー・ワンダーですかね。あー、なるほど、わかります。なんとなくもうなんか選べないです。あ、そうですよね、いろんな人いっぱいいますよね。いますね。え、沖縄って路上ミュージシャン多いですか？多いですよ。あ、そうなんですか、はい、結構やられてます。レベル高い、どんな感じなんですか？あ、でもなんか弾き語りの方がいたりとか、うん、歌うまい子もめっちゃ多くて、やっぱり三振で弾いて歌ったりとか、ビートキャンプみたいな感じ、外でダンスしてる人とか、普通にどの辺でやってるんですか？アメリカンビレッジという、はい、ジャパンの、はいはい、あの美浜ストリートっていうところで、そうやって観光客も行けるようなところですか？はい、そうです。へえ、集まる場所で。そこでもたまにされるんですか？します。あ、そうなんですね。今ちょっと梅雨時期なんで、はいはいはい、こっち、あ、なるほど、多いから、はいはいはい、こっち天気いい時狙って、はいはいはい、来て感じで、なるほどなるほど、また戻って一歩でやって。すいません、インタビューいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。また見ますので、はい、はい、またライブ行くんで、はい、お願いします。エモーレスさんとがっつり喋れました。いや、人が良すぎるマジで。僕はね、結構気になっていろいろ調べてて、わからないその空白の期間とかあって、まあ、そこもね、いろいろ聞けたんで、ね、面白かったですね。歌に人柄が出てますよね、マジで。本当に気持ちいい歌を歌うなっていう方ですね。ということで、また引き続き梅田見回っていきたいと思います。 This is a journey into soundいろいろ調べさせてもらって、はい、その X ファクターのこととか、はいはい、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、音楽留学されてたんですよね、セブに。音楽留学っていうかは英語留学で。あ、そうなんですね。僕の大学に入って、はいはいはい、高校までは大阪で。そうです。で、セブ大学行かれて。そうですね。で、別にそっちで音楽するわけではなく、そっちもあの楽しみながら音楽、はいはい、趣味程度だったんで、趣味っていうか一応、はい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 、真剣にはあの歌ってたんですけど、はいはいはい、やってたんですけど、はい、学校の先生になろうと思って。あ、そうなんですか。学部に入って、はいはい、勉強しながら
向こうの人歌うまい人多いじゃないですか、はい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 、なんで週末とかはバーとかレストランとかオープンマイクのとこミュージシャンたちを生で聴いたり、はいはい、そこで感化されてってことなんですか。それもすごいありますし、はいはい、なんかそこからすごく変わりました、じゃあ音楽しようと思ってその留学したわけではなかったんですか、きっかけは。そうですね、もうなんか友達と行ったんですけど、はいはいはい、二人とも音楽好きなので、はい、なんかその友達と遊びながら、はいはい、動画載せたりとか、はいはい、仕事ながらやってたんですけど。なるほどなるほど。で、X ファクターを沖縄でやるって見て、一旦帰国されたんですよね。そうですそうです。学校行ってる途中、そうです休学ってことですか。そうです。休学してたんですけど、はいはい、そのままオーディション受けて、はい、そこから優勝したので。そうですよね。そこから音楽でちゃんとなんかこうやっていけるっていう風になったので、音楽やりたかったから、はいはい、そっちに。僕当時なんか若干動画見た気がするんですよ、オンタイムで若干記憶に残ってて、はいはい、でもあれって結構期間長くなかったですか、大会って。長かったですね、半年ぐらい多分。そうですよね。最初個人で出られてちょっと落ちちゃって、でグループ結成して、そうですそうです、で優勝されてみたいな、はい、怒涛の逆転劇みたいな感じで。そうですね。そうですね。それが9年、何年目か、10年なんですね。そうですよね、はい、でそこから僕ちょっと空白の期間でわからないところがあるんですけど、はい、ここでグループ結成されてどうなっていったんですか。グループ結成して、はい、6年は多分そのグループで活動してたんですけど。ちなみにそれはどっかメジャーレベルかどっか入って、途中からソニーさんと、はいはいはい、契約して、はいはいはい、グループとして、はい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 、メジャーデビューした後に解散し、はい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 、それが3年前、4年前、5年前とかですね。その時ってどこ住まれてたんですか。その時は東京にいました。あ、東京にいて、はい、でそこから沖縄に移住されると。そうですね、はい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 、でソロ活動が始まって。そうですね、はい、でその沖縄住んでもう速攻ソロで活動されてたんですか、ずっと。そうですね、休みの期間とかなく、もうソロ活動 し始めて、はいはい、それこそストリートに戻って、はいはいはい、こうやりながら、まあ、イベントを出させてもらったりとか、フェスに出したりしてもらって、その間に音源作ったりとかもして、はいはいはい、でその時はまだ山本拓司っていう名前でやったんですけど、はいはいはい、3年前にちょうど、まあ、エモーレスっていう名前に、はいはいはい、でそれ名前変えたきっかけは何やったんですか。名前変えたのはなんかちょっとかっこいい名前がいいなって、はいはいはい、なんか世界に行くのが昔から夢だったので、はいはいはい、なんかやっぱり覚えてもらいやすいじゃないけど、うん、ちょっと英語っぽい感じの、はい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 、なんか横文字でちょっとやってみたいな。なるほどなるほど。そのタイミングぐらいでご結婚されたんですか。そうですね、沖縄行って沖縄の方と出会って。そうですね、はい、そうですね、沖縄の方と出会って、あの TikTok のあのドッキリのやつめっちゃおもろいっすめっちゃおもろいっす。反応がやばくて、リアクションが面白くて、あれもう本当にめっちゃ嫌いなんですいやめっちゃ笑いました。あれ最近はあんまりやってこないですけどあ、そうなんですね。いやあれ復活してほしいなめちゃくちゃ面白かったです。たまにやってきますけどね。あ、そうですね。いや面白い、なんか家族やなと思って、お子さんもかわ、ね、なんか歌ってる動画で、はい、お子さん抱きながらみたいな、あれも良かったし、連れて行ったりして、はいはいはい、なんか家族で一緒にこうこれから世界中回ったりとか、うん、普通やったら家族連れて一緒に仕事もしながらって難しいけど、そうですね、今やったらなんか それもできるんかなと思って、うんうんうん、ほんまに家族もそばにあるし、はいはい、音楽もそばにあるしみたいな、うん、あったかい感じなんですよ。なんかそれがすごくいいなと思って、はいはいはい、これからちょっといろいろみんなで回りながら世界中のストリートでも歌ったりして。で、こういう大阪来られる時とかも家族来られてるんですか。あ、たまに来たりとか、この前東京行かれてたじゃないですか、はい、あの時奥さん、あ、連れてきました、行ってましたよね、はい、その時ちょうどライブがあったんで、はいはいはい、ライブしたんで、はい、ちょっと見せたいなと。なるほどなるほど。今路上されてるじゃないですか、はい、僕正直エモーレス3レベルの人が路上やってるのちょっと正直びっくりで。いや嬉しいですね。なんで路上されてるんですか。そもそも路上、なんかその路上はやっぱり始めた時が路上だったんで、はい、なんかそれはどこですか。豊中駅ですね。あ、こっちでやってるんですね、はい、何歳ぐらいの時ですか。15か6ぐらい、15、6で。ああ、じゃあ高校生の時に
高校の時からもうちょっと歌に目覚めてたんですよ。そうです。ちなみに豊中なんですか？豊中です。僕箕面なんですよ。あ、そうなんですか近いっすね。近で今は制作結構に、そうですね、次のアルバム、新しいアルバム、はい、あ、次、え、そうなんですか？思ってて、ちなみに僕結構聴いて、セイント X でしたっけ？サンタ X ですね。サンタ X、あれがめっちゃ好きで。あ、ありがとうございます。はい、あの、ライツ・イン・マイ・アイズとか、ハザードとか、あ、すごいですね。めっちゃ好きで、うわ、あの、ライト・イン・マイ・アイズの、 ちょっとレゲエ調というか、そうですね。あれめっちゃかっこいいなと思って。あの、嬉しいです。あんな感じで歌えるんやと思って。いいですね、なんかハザードも、誰やったっけ、ジョージア・シュスミスって分かんないですか？あ、分かります。なんかそんな感じがして、めっちゃかっこいい、カリブっぽい感じ、そうです、ね、かっこいいなと思って。なんかそのアルバムは結構オルタナティブとか、まあ、そういったジャンルのゲームとかロックとかちょっと混ざった感じとか、はいはい、ソウルなんですけど、めちゃめちゃかっこいいっす。ありがとうございます。はい、次はちょっと70年代テイストのソウルとか、80年代系のなんかこう、何曲入りぐらいなんですか？そうですね、7曲入りとかで考えます。今年リリースって感じですか？今年リリース。うわ、楽しみ、はい、ぜひ。ちなみに僕、あの、次の大阪のライブ行かせていただきます。マジっすか？はい、8月、はい、あー、嬉しいっす。もうこの前マジで感動して、いや、本当にすごいと思って。いや、嬉しい。この声はエモーレスさんですね。またお会いしました。2日前まで東京遠征行かれてたはずなんですよ。なのでその辺もね、ちょっと後でインタビューできればなと思ってます。ちょっと撮影していきたいと思います。じゃあまたエモーレスさんインタビューさせていただきます。 ありがとうございます。2日前ぐらいまで東京行かれてたんですよね？そうですね、そうですよね、はい、東京行って、そう、ざっくりした質問なんですけど、どうでした？東京は反応というか、新宿と新橋と、はい、この2カ所を回ったんですけど、はいはいはい、あの、新宿はやっぱりすぐ止められたりとか。そうですよね、はい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 、まあ、でも、あの、聞きに来てくださった方もいたりして、はいはい、あの、すごく、まあ、新宿でも新橋でもめっちゃ楽しくやってて、結構僕もその SNS 見てたら、その東京の動画がいろんな人が上げてて。そうですね、はい、めっちゃ上げてくれてました。やっぱすげえなと思って。やっぱ知ってる人多いんですね。そうですね、あの、知ってくれてる、ありがたいことに。あの、X ファクターのこととか、ね、スカイザーリミットっていうグループ組んでた時の、その時からですね。そういうことですよね。そうですね、その時からのファンの方もいたりとか、はいはいはい、あの、まあ、新規のお客さんも、うん、あの、たくさん出会って、はいはい、最初僕が、あの、撮影させてもらったのが5月初めなんですよ。あ、そうですね、はい。それってもし、いつからこれまた路上を始めてるんですか？ゴールデンウィークぐらい。ってことはゴールデンウィークって1週目じゃないですか。そっからどれぐらいいたんですか、大阪？2週間ぐらい。あ、じゃあいましたね。そのさ、大阪路上再開されて1回目で多分僕お会いしたってこと。そうですね、そういうことですよね。1回目です。そういうことですね、初めての。そういうことですよね、はい、で、それから何回か大阪今来て、そうです、今3、4回目みたいな、そんな感じ。そうですね、そんな感じですよね。今回は7月の半ばぐらいから来られて、で、7月最後月末ぐらいまでいる予定みたいな感じなんですかね？今回ですよ、はい、今回月末がまで。そうですよね、はい、います。で、その間で東京行かれたんですよね？そうです、ちょっと東京行って。そうですよね、で、また帰ってきました。そうですよね。なんかでも SNS 見てたらほぼ毎日やってるみたいな感じで。そうですね、ほぼほぼ。いや、すごいなと思って。いやいやいや、もうちょっと天気悪いとできないんですけど。あ、まあそうですね、まあ、屋根があったりしたら、はいはい、みたいな。え、東京は何で行かれたんですか？東京車で行きました。車で行ったんですか？車で行きました。車は、え、何の？実家の。あ、実家の、まあ、ちょっと使ってない車が、はいはいはい、それを、それ走らせて、すごい、家族と一緒に出て東京は行ったんですけど、はい、結構でも意外と、あ、みたいな。いやいやいや、しんどいっすよ、高速。はいはいはい、疲れましたね。いや、それでもだって帰ってきて次の日からもうすぐやってますもんね。昨日が次の日みたいな感じですよね。はい、
いやすごい、マジですごいと思う。ありがとうございます。なんかそこちょっと気になるのが、まあそんだけすごい精力的に活動されてるじゃないですか、そのエモーレスさんの今のその原動力みたいな力ってどういうところが。やっぱ家族ですね。あ、家族、娘とか。はいはい、家族できてからなんか、まあ、今までしっかりしてなかった、しっかり生きてこなかったわけじゃないんですけど、なんかこうちょっと守るものができてから、うんうんうん、ちょっと本気で自分のこの歌というか、うん、好きなものをもっと突き詰めて、うん、なんかこれを本当にちゃんとした形にして、うんうん、聞いてもらわないとダメやなっていうふうに思ったのが、うん、結婚してからなんで、うんうん、まあ、プラスやっぱりなんかこの好き、もう本当に純粋に音楽聴いたり、うん、歌ったりするのがめっちゃ好きなんで、はいはいはい、もう常になんかこう新しい曲とか、うん、まあ、古い曲もそうですけど、うん、いろんな曲聴いてこれ合いそうやなと思ったら歌ったりしてて、はいはいはい、それがなんか常にこう自分のモチベーションを上げてくれるんで、はい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 、なんかそのそれそうですね、まあ、家族を養わないといけないっていうその責任感と、やっぱり音楽が好き、純粋に好きっていうところ、そこが原動力ってことですね。そうですね。なるほど。ちなみにいいものあって。はい、どうですか。やばいっすね。わあ、マジっすか。ちょっといいっすか。うわ、ありがとうございます。これ、あの届きました。やばー、あのワンマンチケット届きた、届きた、そうやったやん。これぜひ、もう遊びしてください。これ、今ファンの人、なんか手売りで結構ちょっと、はい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 、買ってくださって。僕ネットで買ったんですけど、はい、ようやく届いて。マジっすか。楽しみにしてます。8月18日18日に、はい、ライブハウスルミオっていう場所で、はい、やるんで、ぜひオープンの7時半スタートでやるんで、よかったらぜひ。このツアーのファイナルになるんですか。そうですね、エモーレスの3周年記念のファイナルですね。はい、皆さんぜひ、最後なんで、地元なんで、ぜひあのリンク貼ってるんで、動画にお願いします。ぜひお願いします。嬉しい、ありがとうございます。エモーレスさん、じゃあこの後また撮らせてください。はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。Come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. There is no gold in this river. で、二つ目に一番が思う一番上手い路上ミュージシャン、もしいればなんですけど。あんま見ないっすよね。一人だけ、はい、ちょっと芸名の方はわからないんですけど、山本拓。やっぱりあの人ぶち切りでうまいと思います。最近ここら辺でまた再開してるんですよ。そうですね。実はこの質問してるのも、僕も一番うまいのが山本拓司さん、エモレスさんっていう解明したんですけど、あ、そうです、かなと思ってて、で皆さんに聞いたらいろんな人が出るかなと思って今聞き込んでたら、ぶっちぎりでやっぱ出てきますね、名前が。そうですね、はい、なんか深みがすごいですよね。深みがすごい。確かに純粋に音楽楽しんでる。はいはいはい。その多分歌に関しても大ベテランやと思うし、若い頃からテレビとかで。そうそうですね。エクスファクターってわかります？あ、わかります。それも僕見てました。あ、やっぱり、あ、やっぱファン多いですね、知ってる人。なるほど。ちょっとその質問したかったんで。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、はじめまして。お久しぶりです。ゆきと申します。普段は、3人で海洋生物というやつ、活動させてもらって、普段はというやつ、活動させてもらって、普段は。すでに。
聞いていただけたとても嬉しいです。今日めちゃくちゃ気合入ってますね。正直エモーレスさんの横でやるの緊張しませんか？あ、緊張します。すいません、すいません。でもめっちゃ良かったです。ありがとうございます。ちょっとまた新しい企画で今動画撮ってんすけど、はいはい、いいっすか？ぜひぜひ。あの今クイズ出してんすよ。路上ミュージシャンにクイズ出してて、正解したら1000円プレゼントしてるんですよ。え、マジですか？はい、みんなにやってて、やば、あの別にしょうもないやつなんですけど、椎名林檎さんの丸の内サディスティックの歌詞分かります？分かんないです。分かんないですか？報酬は入社後平行線で、東京は伊勢道何もない、立憲62をちょうだい、19万も持てない、お茶の水じゃないですか？そこをちょっとパックン、そこじゃないですか、はい、立憲62をって何のことで？分かんない歌詞の中にヒントあるんですよ。立憲62をっていうのがそれなんですけど、その後に19万も持ってないって言ってるじゃないですか。その値段が19万円なんですよ。むずいっすよね。で、椎名林檎さんがその当時欲しかったやつ、ああ何でもいいんですけど、だいたい19万ぐらい。分かってるんですか？僕分かってます。あ、それが何なのかっていう。そう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 、それ当たったら1000円。19万お茶の水って言ってるあるから。あ、そうなんですよ。そこもね、そこもなんですよ。お茶の水ってあの東京のね。そうですそうですそうです、そうです。まあ、19万っつったらまあまあの値段じゃないですか。で、椎名さんが欲しかったものって考えると、いえ安っ、いえ安っ、いえっていうか、あのその部屋家賃、家賃、家賃2ヶ月分ぐらい、1ヶ月分ぐらい。ファイナルアンサーでいいですか？あ、その感じ違うな。それ1ヶ月分ぐらいしか住めないですよ。いいですか？はい、じゃあ路上ミュージシャンも使います。人によってはエモーレスさんは使ってないです。結構いいヒントっすよ今の。人によっては、スタイルによっては持ってます。めちゃくちゃヒント出してますよ。ああ、え、マイク、マイク、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、はい。19万のマイクってちなみに結構あるもんなんですか？いやあんまないですか？ファイナルアンサー、はい、正解はエレキギターです。残念。エモレスさん持ってるじゃないですか。持ってるじゃないですか。ギターですか？あ、じゃあマイク、マイク、マイク、マイク。そうか、エレキ持ってないんで。ちょっと天然が出てますね。家も結構ひどかったっすよ。そうね、残念っつうことで。すいません、ありがとうございます。しょうもないやつで分かってよかった。立憲62はギターの種類、立憲バッカーってやつかな、ってやつで、はい、ギターって弾かないですよね。弾かなかったですね。え、ウクレレやりますよね。そうですよね。すいません。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。参加してもらって。次もなんか出してください。はい、考えておきます。お願いします。考えます。簡単なやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、エモーレスさんの天然炸裂してましたね。僕前から思っとったんですよ。エモーレスさん若干天然ちゃうかなって。多分ね、天然っすね。家やばかったっすよね。安みたいな。と、はい、いうことでね、またいろいろ探していきたいと思います。早速いましたね。この声はエモーレス AKA 拓司山本 AKA 天才がいますね。見えますかね、やってますね。今日ね、さっきまでゲリラ豪雨やったんですよね。なので多分ちょっとの間やめてて、今再開されたって感じですかね。多分もう帰るんじゃないですかね。最後ちょっとね、挨拶していきたいと思います。強く抱いて
君を壊したい。最後の雨の続き、レイニーブルー。雨がね、降ってたの。
な冒険始まる。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。森の中に昔から住んでる。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。子供の時にだけあなたに訪れる不思議な出会い。雨降りバス停ずぶ濡れお化けがいたらあなたの雨がさ差してあげましょう。森へのパスポート魔法の扉開きます。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。月夜の晩にオカリナ吹いてる。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。もしも会えたなら素敵な幸せがあなたに来るわ。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。昔から住んでる隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。子供の時にだけあなたに訪れる不思議な出会い。幼少期のこと思い出してやっぱりいい歌だな。やっぱりありがとうございました。トトロ、トトロ。動画をね撮ってあげてくださってるポーズ、ポーズチャンネル、チャンネル YouTube で P-O-R-T-S でポーズミナートって言うんですけども、音楽のストリートシンガーですね。関西中心に今撮ってはって、あのいつも僕の動画も上げてくださってるので、たくさん今ポーズさんのところで見れますので、よかったらチャンネル登録してぜひ見てください。お願いします。ありがとうございます。皆さんもぜひ撮ったやつをいっぱい広めてください。お願いします。あ、すいません、インタビューですか。はい、この前も話しましたけど沖縄行くんですよ。あ、ですよね。はい、沖縄、はい、水曜から水曜、はい、フェリー乗って、あ、金曜日には沖縄着いてんすよ。5日後ぐらいですね。そうです、そうです、そうです。その向こうって平日って路上ミュージシャンやってんすか。やってます。やってます。やってる人はやってます。全然やってます。あ、はいはいはい。週末の方が多いですね。やっぱり週末の方が人はやっぱ割と多くて、はい、うん、だけど僕の、まあ、知り合いのミュージシャンとかシンガーの方は、うん、もう毎日、夕方ぐらいにやってる人がいたりとか、夜結構多いですね。な、何時、ちょっと何時ぐらいなんですか。梅田だと僕が撮影してて大体分かったのが6時ぐらいからが一番暑いんですよ。はい、で、そうですね、梅田って意外と11時ぐらいまでやってたりするんですよ、夜の。人によっては、はいはいはい、向こうってどんな感じなんですか。向こうは、はい、西、なんか深夜結構12時回ってもずっとやってたりする、はいはい、え、そうなんですか。し、最近僕も関西多いんで、はいはいはい、最近の、ミハンはちょっとどうなのか分からないですけど、はい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 、
僕もたあの独身の頃は、はい、もう12時とか、はいはいはい、3時とかぐらいまでやってたりとかしてたんで、でも6時、夕方6時とか5時とか、ゴールデンタイムはから9時とか10時ぐらいまで、でも10時はやってます。やってます、多分やってます。あ、じゃあ結構梅田に近い感じなの。近い感じもあります。はい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 、オッケーです。ちょっともう素敵なミュージシャン探してくるんで、はい、楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。僕ももしかしたら初めてかもしれないんで、ね、沖縄いつぐらいの予定ですか。ちょっと分かんないですか。でも沖縄帰ったら路上するみたいな感じですよね、はいはい、あの路上取らせてください。っていうか2ヶ月ぐらいいていい。あ、そうなんですよ、はい、9月から10月までいます。9月から2ヶ月間なんで、もしかしたら僕 10月かもしれないです。あ、そうなんですか。 OK です。あの待ってます。まあでもまたタイミングで、あの視聴者もね絶対沖縄での映像見たいと思ってると思うんで。いや、はい、いつもほんまにありがとうございます。いや、とんでもないです。おかげさまで、ありがとうございます。爆伸びしました。YouTube 爆伸びしました。ありがとうございます。はい、じゃあまた沖縄で会いましょう。はい、ありがとう。ありがとうございます。またまた。ありがとうございます。はい、2日目です。あれから2日後になりますね。なんとね、ちょっとわかるかな、このリュック背負ってて、これコロコロしてるんですよ。なんとね、今日は神がアメリカンビレッジに舞い降りてます。そう、神 aka エモーレス aka 山本拓司が、はい、ついにね、エモーレスさんとお会いできる機会がね、舞い降りてきましたね。エモーレスさんもね、めちゃくちゃ忙しいんで、全国飛び回ってるんで、明日もしかしたら沖縄いない可能性あるんですよね。今日多分隙間で路上されてるっぽいんですけど、今日はこのロケ企画と一眼での撮影をこれ同時並行でやりたいと思います。この後海辺で路上ライブしてくれませんかと、シングフォーユーのこの企画を同時並行でやりたいと思います。で、エモーレスさんにこの後海辺で路上ライブしてくれませんかの交渉したいと思うんですよね。で、エモーレスさん本当に全国飛び回ってるんで、スケジュールが合わない可能性もあるんですよね。僕があともう沖縄2週間しかいないんで、その間に撮影できるかみたいなスケジュールとかの兼ね合いもあると思うんで、まあ、断られたら断られたで、まあ、実際これガチで交渉してるんで、そういうところもねリアルかなと思います。とりあえず交渉していきたいと思います。はい、早速聞こえてきましたね、この声。いつぶりやろ、2ヶ月ぶりぐらいかな、会う。こんばんは。こんばんは。This is a journey into sound. こんばんは。撮影していいっすか。どうぞ。え、何時までやります。今日は10時ぐらいまで。なんか9時ぐらいから雨降るっぽいんですよ。そうなんですか。じゃあちょっとそのタイミングで移動しようかな。そうですよね、はい、思います。で、2日後に石垣でライブ。そうです、明日。明日、あ、なるほど。じゃあもう明日はこっちいないって感じなんですね。そうです。了解です。うわ、元気です、ね、元気っす。でも、もう帰るんすよ、あと2週間で。あ、そうなんですか。はい、会えてよかったです。いや、よくどこにいるかなと思って。そうそうそう、今1ヶ月半過ぎて。あ、そうなんですか。はい、うわ、ちょっとね、撮影の準備していきたいと思います。でも君はそれでいいの、楽がしたかっただけなの、僕を騙してもいいけど、自分はもう始まること。
さあるんだよ。I'm sorry, Lucia. I'm sorry.
It's been a long time without you, my friend. You and
Thank you. I hope you guys enjoyed it. Thank you so much. ありがとう。ああ、そうなんですよ、ま、びっくりして。そうだった、セイガさん、そういう出会いあるんやと思って。そうなんですよね、嬉しくて。めっちゃ綺麗でしたね、あの、ありがとうございます。やっぱ、沖縄の自然強いですね。
のギター弾いてくれてた子が、エモレスさんとドライブとかもやったりして、はいはいはい、で今度エモレスさんとライブをやるから一緒にどうですかみたいな話で、すごい人がいると、はいはい、やっぱすごいって感じました。いやもう初めてそのライブで見た時に、はい、なんじゃこりゃあのエモレス節に出てました。もうレベルが違いすぎて、もうなんか歌唱力が半端ないなっていう。いやすごいですよね。そう、路上ライブをやってるって話を聞いてて、うん、その後見に行ったんですよね、はい、チャタンでやられてるの、はい、いやこういう感じでやってるんだと思って、で私もやってみたいなと思って、うんうん、でも一番最初はそのギターの子と一緒にちょっと二人で送り出して、はいはい、素敵な君はベイベー、いかれた僕のベイベー、夜の隙間でキス投げてよ、憂鬱な時もベイベー、いかれた君はベイベー、あの頃は何にもなくて、それだって楽しくやったよ、メロディー泣きながら遠い空流されても、ちょっとね雨が降ってきたんすよね、なのでこれで最後かもしんないですね。言葉にできないのがいさ、言葉では君をつなげない、行き場ない愛が止まらない、傘を捨てて雨を見上げてた、ああ本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない、いやマジでどこでも人止まってますね。エモーレスさんの路上ライブはどこでも足が止まる、すごい。はい、この企画ここからが本番です。エモーレスさんにね突撃交渉していきたいと思います。果たして OK 出るのか断られるのか、こうご期待。一瞬インタビューいいですか。あ、はい、ちょっとあの雨降ったんでこっち移動してきたんですけど、ちょっといろいろインタビューしたくて、実は僕、沖縄来て1ヶ月半ぐらいなんで、はい、もう4分の3過ぎてるんですよ。あともう2週間ぐらいなんですけど、もうほんまにお会いできて嬉しいです。いやマジでありがとうございます。久しぶりです。マジしました。2ヶ月ぶりぐらいかな。大阪ぶりなんで。そうですね。でこっちで結構いろいろ撮影してて、はい、やっぱエモーレスさんの話するとみんなリスペクトしてる人めっちゃ多くて、怖い。で一人ね、くもじで撮影した方いるんですけど、はい、その方が分かるんかな、めっちゃ渋くて僕よりちょっと年上ぐらいでギター弾き語ってる人なんですけど、なんとなく分かります。分かります、分かります、はい、分かります。その方がその多分エモーレスさんが若い頃に知り合って、なんか今度飲みに来てよみたいな感じで言ってて、そうですね、あのバーというか、はいはい、自営業とかやってて、音楽も歌えるし、そうそうそう、
で、ちょっといいですか、はい、で、それで、ちょっと誘いすぎて結局来なかったんで俺嫌われてるかもみたいな雰囲気やったんですよ。あの、エモーレさんあったら、伝えておきます。お会いしたっていう森島さんに。あ、今度10月帰ってくるって言ってましたよ。お店来てねって言って、はい、結構押して行って来なかったっていうのはなるほど、俺に引いてんなと思ってて距離感がだから、まあ、見るんだったらもうかけて彼の歌を楽しもうかなとりあえずって感じで、はいはいはい、僕は僕自身のアーティスト共感し、うん、というのはお互いの共鳴があるから、まあそうですね、来なかったんだったらしょうがないし、うん、さっきの1曲目めっちゃ好きでしたけどね。生まれた場所は、あ、そうそうそう、あのなんかエモーレスさんと歌ったらみたいな言ってた。あの爆発空上空あのやろみんな言いますよね、やっぱバケモンって。いやいや、もうダントツっす。まあ確かにそうですよね。でもダントツなんです。うん、ダントツすぎて。ちょっとアンサー返してもらっていいですか。めっちゃ好きです僕は。あ、そうなんですか、はい、そうなんですか、そうなんですか。いや僕も全然連絡してねって言ってから、はいはい、ま、全然撮って何年前ぐらいの話なんですかそれって。いや今年ですね。あ、そうなんですか。はい、今年の夏ぐらい頃だったと思うんですけど、はいはいはい、ゴールデンウィークから大阪路上ライブされてるじゃないですか。その後ってことですか。そうですね、ちょっと時期がはいはいはい、曖昧なんですけど、ちょうどリッキー G さんのライブが、はいはいはい、ライブハウスのおじさんでやってて、はいはい、行きしなと帰りで、あ、僕路上してたんですよ、はい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 、その時にお会いして、あ、久しぶりみたいになって一回会ったんですけど、はい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 、で僕もストリートでここで昔やってた時にやられてはって、はいはいはい、やばっみたいになって食らって、はいはい、一緒に歌わさせてもらったりとかしたことがあったんですけど、久しぶりにそれ以来ぶりで、ああ、なるほど、今年会いましたね。なるほどなるほど。でやばいですよねめちゃくちゃやばかったっす。書いてる曲も、うんうん、言葉がすごく刺さるし、そう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 、声もめっちゃ好きですし、なんか先輩としても本当に自分がなりたいなっていう感じの人なんで、はい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 、熱いっていうか、はいはいはい、思いが熱いっていうか、僕もそれそんな大人になりたいあるんですけど、ま、もう圧倒されて、はいはい、もう言ってること間違いないし、うんうんうん、いやもう頑張りますとしか言えなかった。このエモーレスさんの動画配信してる頃にはもう先にその方の動画配信してるんですよ。あ、だからその方はちょっと気にされてたんですよね。あの、ちょっと嫌がってんじゃないかなとか。いや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 、アンサー的にはそういうことじゃないと。ごめんなさい、あの遅くなってしまって、はいはい、理由的には何やったんですか。いや理由的にはもう僕もちょっとこういろんなところ、はいはい、まあ、路上も毎日しやなあかんっていう、まあ、嫁からもケツが叩かれてるんで、うん、で僕も毎日今全国飛んでますもんね。そうっすね。なんでタイミングって言ったらあれかもしれないですけど、ちょっと良きタイミングで行かせてくださいと、良きタイミングでちょっとその時家族で一緒に行かせてくださいみたいな話をしてたんです。あ、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあアンサーとしては別に嫌がってないと、たまたまタイミングが合わなかった。めちゃくちゃ好きです本当に。そういうことですね。本当に忠誠心じゃないですけど、忠誠心もうあのリスペクトとかじゃなくて超えてるリスペクトって言ったらなんかね、うん、じゃなくて、じゃあ心から本当に思ってるっていう。そうっすね、うん、なるほどなるほどっていうことらしいです。いや、ま、視聴者の皆さんこれでちょっとね納得できたかと思います、この、はい、話は。でちょっともう一個いいですか。この企画も分かってると思うんですけど、 This is a journey into sound。大阪ではギター弾き語りの人やったんですけど、沖縄では別に何もやってないんですよ、あのオファーのやつ。だからさやかさんも声かけたんですけど、でもしタイミング合えば海辺で歌ってるところ撮らせていただけないですかっていう交渉してて。なるほど。エモーレスさんにもぜひね、僕もですか、撮りたいなと思ってて。うわー、海辺。 Come my lady, come my lady, you're my butterfly。
北部とかですかね。そうっすね、綺麗なところどっかで。いいっすか。ただね、嫁と相談して。そうですね、そうですね、そうですね、はい、ぜひちょっとご検討いただければと、はい、で、もうやりたい気持ちいっぱいなんで、はい、ただね、スケジュール的に多分難しいと思うんですよ。エモレスさん多分全国飛び回ってるっていうのもあって、あと僕もあと2週間しかいないんですよ。その間に撮影できるかっていう問題なんですよ。そうそう、なんでもし1回嫁相談してもらって。そうですね、家族と相談して、はい、もしどっかタイミング合えば。そうですね、はい、なんかもしかしたら最後ら辺のところで、うんうん、いけるかもしれない。ワンチャン。じゃあちょっとまた連絡し合って、まはい、いけそうやったら、はい、お願いします。すいません、もう十分今日撮らせていただいてるんで、ありがとうございます。もう本当ありがとうございますじゃあちょっと今からまた歌う感じですかね。じゃあまた撮らせてください。ありがとうございました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。 Come my lady, come come my lady, you're my butterfly sugar baby。 エモーレスさん最後の曲になりました。だいぶまたね人集まってきたんすよ。これもうラストソングなんでね。ありがとうございました。すごいな、どんどん人集まってくんねんて。エモーレスさんライブすると。ありがとうございます。すごいで。そこから旅立つこと力がいるよ。波風立てられぬこと、嫌う人ばかりで。はい、路上ライブ終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや最高でした。いやありがとうございます。いつも今日のこの一眼の動画もまた配信するんで、はい、皆さん見てください。ぜひお願いします。はい、ではまた次の動画で。バイバーイ。はい、ありがとうございます。